んばんは。今日楽しかったです。こんばんは。安部さんありがとうございます。妻さんありがとうございます。今日初めましてありがとうございました。楽しかった。本当に会いに来てくれて嬉しかったよ。めっちゃ嬉しい。またみんなも会いに来てほしいですっていう感じでしたね。時間足りない。普通にそう、今日ひーちゃんとお揃いのカーディガンだったんよ。今日見せれんけど、また X にアップするね。カチューシャ似合う？ありがとう。このカチューシャしいっぱいつけてるからもうみんな覚えちゃったんじゃない。ひるやすみさんありがとう。やすべさんたくさんありがとう。ガッチさんありがとうございます。ユニバースさんありがとうございます。悪い、今日曲がりサボった。また次買おう。え、本当にさ、ちょっとでもまあこの前生存確認できてよかったよ。最近 X でも見かけないから、ショールームでも見かけないし、よかったです。何があったのかわからないけど、なんか今日私のお話し会さ、なんか間に合わなかったって人さ、なんか4人ぐらいいたんだけどいや今ので5人ぐらいかな、5人目ぐらいなんだけど、なんか干しましたって言って、なんか行けませんみたいな、まあ、時間が間に合いませんでしたみたいな方が5人ぐらいいて、もう痛い、足がつるところだった。もうセーフセーフ。もうどういうこと、みんなちゃんとちゃんと会いに来て、買ったなら買ったなら会いに来てなんでそう、今日のえみさんのところ時間なくて行けませんでした。時間があったらちょっとワンチャンあったんですけど、ちょっとなくて、ちょっとピエン、もう自力でまた剣を買ってあの行こうと思います。安部さん、くもはんありがとう。さくら、かんさんありがとうございます。楽しすぎてチャメ会追加して、え、本当に楽しかった。でもさ、もうあれよね、10枚目シングルは終わっちゃうから次かな。また会いに来てね、絶対に。ひろさんありがとうございます。通称はじめは、嬉しい。やっぱイコノミジョイさんのですよね、ファンの方ですよね。私めっちゃ好きなんですよ。ちょっと見てください。ちょっと持ってくる元気はあります。結構本当に大好きで、あれ、本当にめっちゃ今日もこれ持っていこうとしたんですけど、ちょっとめっちゃ好きなんですよ。富田の中さん無限回収してました。さきまやかさんも好きです。持っていくの忘れちゃいました。今帰りメッセで一緒の会場で嬉しいですみたいなことを
見て、アクスタもさ持っていこうと思ってたのに忘れてた。グッズだけ買いに行こうかなとかも思ったけど絶対無理だから間に合わなかったよ。時間が、昼休みさんありがとうございます。やすべさんありがとうございます。あぐまるさんありがとうございます。今日楽しかった、嬉しい。今日いっぱいに来てくださって、お話し会も完売で嬉しかったです。ツーショット会もたくさん来てくださって嬉しかった、楽しかった。ちなみにまだ新幹線の中です。お疲れ様です。ありがとう、会いに来てくれて本当に。ツーショットありがとう、嬉しい。可愛いって言ってくれて、川さん、橋さんありがとうございます。疲れたでしょ。まあでも足が疲れましたね。足が5分延長アナウンス早めにした、ツーショットの時間、え何ツーショット間に合わなかった。初めましてできてよかった、嬉しい、会いに来てくれてありがとう。次は会いに来て、絶対ショールームの名前これでやってますって言って初めましてで会ったらもう感動するから、普通に押しましたって、あ会いに来られませんでしたって言って、初夢なんですよ、ありがとう、嬉しい。イケピスさんやばい、嬉しい、ありがとう。雨だったね、ちょっと天気のせいかしょうがないね。でもありがとう、会いに来てくれて。安部さんありがとうございます。パセリさんが言うなら、ナユミンさん行きたかったって。もうパセリさんとソラハさんと福田あかりさんに、もう本当にどうしてもって言って。そう。ちょっと交渉してました。マネージャーさんに言う前に、一回パセリさんのところに行こうって思って。一回ちょっとパセリさん、本当に私ナユミンさん行きたいんですけど、そしたらパセリさんが、行きたいよねって言って。それで、パセリさんの横に、ソラハさんがいらっしゃって、ソラハさんも富田ななかさん推しで、え、ななかちゃん好きよねって言ってくださって、そうなんですって言って、語り合いましょうって言って、でその前にあやぱんさんが座ってらっしゃったんですけど、佐々木まやかさんがなんかそうって言ってなんか盛り上がってました。で、あかりんさんがどうかなって言って、あかりんさんのところに私交渉しに行ったけどちょっと私の時間がもうお話し会終わってすぐ帰る感じだったから、って感じです。マックさんありがとうございます。次アルバムだから少し長くなるかな。カメリア K さんミラーボールありがとうございます。ね、どのイベント、アルバムってどんなイベントなんだろう。ほらありがとうございます。そうガチ勢だよ、めっちゃポタクですよ。今日バズレの投稿まだめっちゃ確認してるんだけどさ、まだ OK が来ないんよ。最近なんかできない。まだポストしてない。もう早くしたいのに。マーさん結婚してありがとう、嫌だ、ありがとう嫌だ。鈴木のワンピース似合ってた、えありますよそこに。あとザ・フィフスのワンピースもあります。めっちゃ好きなんですよ、本当に好き、大好き。会いに行ったんですか、ありがとう。タカちゃん、ももかみさんありがとうございます。本当はいくらもう持って行って、14分、よしくありがとうございます。そうツーショット会は、そうツーショット会で当日券で来てくださってる方も多くて嬉しかった。そうお話し会が当日券取れない代わりにツーショットで来てくださった方も多くて嬉しかったです。てか今日ずっと走ってた、もう会場着いてもう1時間2時間目のお話し会が始まってもう終了するまでもうずっと走ってた。もう早く着替えて、早く早くみたいな感じだった。もう急いで急いでみたいな、もう早くしてくださいよみたいな感じでしたよ。もうずっとバタバタだったもん。石原さん早く、石原さん早く着替えてください
一番バタバタしてた、めっちゃ走ってた。ゆうなん実物かわいい、ありがとう、ありがとう。マクフライさんありがとうございます。雪ゆたり立つ、ゆうなんのポジションよくてずっと感動でした。やった、そうゆたり立つめっちゃ楽しい。グロさん結婚して、結婚しない、ありがとうそうなんですよ。パセリさんノイミンさんの好きってこと知ってたから。そうなんかさ、私のファンの方ってさ、なんかすごいさ、全然さ時間あるのにさ、なんか帰ろうとするんだけど、なんで時間あったらさ、時間ですって言ってさ、ちょっとさ、あの剥がされるのにさ、あのなんでさ自分でさもうバイバイしようとするの、なんかすぐ帰ろうとするじゃん、なんか時間あるのに ありがとうって言って、まだ時間あるよって言ってめっちゃなんか時間焦ってる、なんで。でそれでナオミオンにも言われた、ゆうなんがせっかちだからじゃないって、私せっかちじゃないんだけどって、確かにせっかちじゃないよねみたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと早くあのポストしたいんですけど、どうしよう声このスタンプ送ってみた、フォローありがとうございます。のいみあに合わせて助けがって嬉しい、ありがとう会いに来てくれて。アルフォートさん結婚して、結婚しないよ。あ、X ポストできるかも。では X のポストするから、みんなクラウチングスタートして、みんな維持について一番初めに引用してくださった方はプラス100ポイントプラス100ポイントで、一番最初にコメントしてくださった方はプラス100ポイントで、2番目にポストしてくださった方はプラス50ポイント、じゃあ3番目に引用してくださった方はプラス10ポイントでお願いします。やりますよ、ポストタイム、お話し会&つ今からです、ありがとうございます、とか研究室のトゲのノート11時8時8時楽しみです。オッケー、行きます。ポストしました。見れない、1億人にバズルつけてますか、つけてますね、 OK です。あかりんさんに、そうでもあかりんさんもすごいなんか言ってくださって、めっちゃすごい頼もしい先輩です。副キャプテンさんさすがです。こんばんは。アルバム会の特典会ね、どうなんだろう、アルバムって初めてだから、ファーストアルバム、またツーショット会やってほしいです。また会いに来てほしい。ションちゃんありがとう。おはようポスト一回なんで消したんだろう、多分開業のやつがちょっとうまくいかなかった気がする。今日お話し会ありがとう、会いに来てくれて。星野まさきさんありがとう。津川さん結婚して、結婚しないよ。星野まさきさん結婚しないよ、ありがとう。え、そんなのがあるん、ツーショット会の当日券カウント見たけど結構伸びて、え、何それ、こっちは知らないんだけど、何当日カウント、え、それが、そんなのが見れるん、なんかカウントみたいなのしとるん、何それ。
嬉しいかも。でもどういうこと、カウント、当日券のカウントとかもあるんかな。佐々木ワンピース好きすぎて買ったけどまだ一回も着てない。着て、それはめっちゃ可愛い。あれなんか季節感がちょっとバグだなって思って今日着なかったんですよ。今日ありがとう、直接ポスターありがとうって言います。そうよ、ポスター、届いた、嬉しい、来てくれてありがとう、嬉しい。当日券でツーショット行こうと思ったら長蛇の列で諦め、ね、なんでなんでさ、ツーショットさ、いつもさ3期生は3人でさ長蛇の列できてるじゃん、いつも一番遅いのに、なんで一人一連じゃないんですか。もう私もうすごかったよ。もう受付時間終了時間 10分15分過ぎてたからもう。でもめっちゃ嬉しかったです。ジョー君ハートのやつありがとう。もうずっと走ってた今日。こんばんは。ちょっとこっちで配信したいな、こっちで配信したいですな、配信したいですわな、こっちで。あ、そうだ、コメント一番の方見ようっと。あ、引用オーツアットンさん100ポイント、ユニバースさん50ポイント、グロージさん結婚しないけど10ポイント。コメントは誰が一番かな、あ、鈴鹿さんかな、ありがとうございました、嬉しい。コメントまだしてね、どしどし募集しております、募集中です。こっちで配信しようっと、ちょっと画面切り替わるかも、でしたい。多分切り替わったかも、多分こっちになったかな。みんな切り替わった？切り替わってなかったらピンチだから。でもここにいるとこ切り替わった？久しぶりにこの端末から、めっちゃ映る、めっちゃ映るんだけど、なんかちょっと違う感覚かも。ここ3日4日ぐらいずっとこっちでやったから、なんか違う風に映るな。めっちゃ映る。つがさん結婚しない、ありがとう。あれ読んでた、あれあれ、どこまでも、も7周年コンサート岡山申し込みした。待ってめっちゃか、待って私さ岡山出るかわからんのんじゃけど、わからんけど、岡山出身やけども岡山出るかわからんけど、ちょっとでもかけてみてください。でも岡山に出たいっていう気持ちは誰よりもある。全座岡山出たいっていう気持ちは誰よりもある。岡山出身だからちょっとそこは選ばれてほしいけど、出れるように頑張ります。岡山千秋楽だし結構一番盛り上がるかなとか思ったり、千秋楽大事じゃん、千秋楽って。だからなんかちょっと特別感あるし、でも岡山県出身だから岡山には出たいんです。7周年コンサート、ハヤトさん結婚して、結婚しない、ありがとう。
ゆたり、え、ゆたり圧どうでしたか皆さん。結構私のポジションは見やすいところだと思ってたんですけど、どうでしたか。そう、富田七香さんの金髪、金髪はさ今だけじゃん絶対。だから今日会いたかったんです。もう金髪富田七香さんはもう今だけですよ絶対に。黒髪富田七香さんも大好きですけど、金髪はちょっとレアすぎてもう今日会うしかなかったと思うんですけど、もう無理だ、一生後悔、君は何を後悔するのかっていうシングルでの今日はお話し会だったんですけど、私はちょっと今日は後悔しました。何を後悔するのかって言われたら、剣を買ってなかったことですね。ちょっとさ、前からさ剣を買ってたらさ、もしかしたらその剣でいけたかもしれないじゃん、自分で買ってるんだから。次の人のために優しい。ゆたり脱生、そう聞けてよかった。なんかちょっと違うな色が、こっちフィルターがちょっと違うんじゃないですか。あ、クマ取りをしてる。クマ取りはしなくていいです。ひろひろさん、コーヒーさんありがとうございます。いつもじゃないけどカウチャーのやってしまう演奏寂しい。なんでそんな早い、なんでさ会いに来てるのにさ、会いに来てくれてるのにさ早く帰っちゃうのって、最後まで粘ってよって感じなんだけど、そのポイント何に使えるか。え、100万ポイント貯まったら私と結婚できる。そうだから、みんなあの X のリプと引用とリポストはしてください。あの100万ポイント貯まったらあの私と結婚できる。できないです。頑張ってください。で、今日の1位の方は100ポイントですね。で、2番目の方は50ポイント差し上げて、でもあの何番目でもあのコメントとかリポストとかあの引用ポストとかしてくださったらもう 1ポイント、みんなに1ポイントで、100万ポイント貯まったらあの結婚引き換え券ですね。石原優なんとの、こんばんは、今日はツーショット、え、嬉しい、本当に会えて嬉しかった、ありがとう。今週のオンラインお邪魔しちゃう、ええ来てよ、え、申し込めるんかな、申し込めない、え、押しましってこと、押しましってこと、なぜ焦ってたか言うなの、え、リプで教えてください。なんか今日もなんかさ、私も焦ってたし、なんか私のファンの方もなんかみんな焦ってたんですけど、あ、いいね、もう嬉しい。ヤンシゲヤキさん、結婚しないよ、ありがとう、ポイント貯めて。車両越しで見て可愛いと思う、もう、え、直接会ってもってこと、嬉しいよ。しんいちさんありがとうございます。マーさんありがとうございます。あかりんさん、え、そう、あかりんさんも3期生のゆうたり脱とかトークイベント見に来てくださって、お話会通したとか楽しかった。カウントってそれさ、その当日券のカウントってさ見れるもんなん、みんな見れるもの、みんな見れるものなの、公開系当日券。あ、受付の人が正の字でカウントしてるんだ、え、そうなんや、初耳学かも。草刈木さん、キロンカッパさんありがとうございます。ゆうかたん柴犬飼ってる、え、それな、ちょっと知らなかったんだけど、アルバム決定おめでとう、ありがとうございます。受けありがとう、ペンさんありがとうございます。ユーナンのグッズの売れ行きがやばいらしい、え、そう、なんかポストでなんかユーナンのグッズ、関東の方のグッズがなんか完売でしたみたいなポストが流れてきて、え、嬉しいって思ってスクショしちゃった、嬉しかった。こんばんは、
婚しないけど10ポイントありがとうございます。いいよ、ありがとう。そういう歌いだす大好き、楽しい。マークありがとうございます。フロントで嬉しい、めっちゃ。くるくる、くるくるさん、くるくるさんルームはこちらじゃないですね。今日の知ってるよ、名札も、名札つけてる方もいて。ツーショットの時自分が呼ばれるって分かる時、あるよ、さすがにある。絶対次私だろうなって言って、でもさ、同じちょっと間違えたら恥ずかしいから、ちょっと一回帰りたいかもっていう感じ。いやいや、わしも岡井優奈を出ると思って岡井申し込んだ。優奈岡井は出たいんですけど、まだ発表されてないんですよ。私も知らなくて、本当に知らなくて。岡井も何、いつだろう、いつですか、岡山って、岡山っていつですか。私も出たいです。徳島夜に出ると書けました。すごい書けかも、それはすごい。すごい書け。ちょっと私もわからない、岡山申し込み、私も絶対出ると思って申し込んだよって方がもうたくさんいらっしゃって、あの岡山出れなかったら本当に本当にどうしよう。もう私も岡山出たい。神の握手券の時は、あ、カウントされてるんだ。自分もちょっと見たかったな、当日の正の字のカウント。ちょっと見たいな。そういえば今日アクスタと売り切れ、どっちも売り切れて泣いた。もうでもさ、買いたいって思ってくださってる方がさ、その売り切れ以上、その用意してる数以上いたんだったらちょっと悲しいかも。ちょっともうちょっと在庫あってくださったらゲットできたよね。でも嬉しい、完売は嬉しいことです。ありがとう。ゆたりだつしもて、めっちゃしもて私。そうね、でなんかお話し会でゆたりだつイベント、トークイベントどっちが多いみたいなこと聞いてくださってる方がいて、あ、それ結構いいお話し会の使い方してるなって思いました。下手、下手、絶対下手って、絶対下手が多いって言って。で、結構下手の方にユーナンのファン結構いた気がして、上手もいたけどね。そう、優待離脱の時は下手です、私は。優待離脱のポジション前すぎて最初気づかなかった。どういうこと？どういうことよ。伊藤ひろしさんありがとうございます。もう決済は絶対忘れないで。マー君、ションちゃん、ケイケイさん、カズポさんありがとうございます。剣買ってても止められるかな。ドゥイさんありがとうございます。嬉しい。アミタさんありがとうございます。ヒロヒロさん、結婚して、結婚しない、結婚しないよ。ありがとう。ポイント覚えといて、私がじゃあつけとこうか。絶対つけないけど。こんばんは。そうだよ、ゆうなんは熊本出る、 TGC の熊本。めっちゃ嬉しかった、サプライズ発表。こんばんは。1位でもう30年かかるやん。面白い。いや、でも今日は1万ポイントねとかあるかもしれん。今日は1万ポイントの日とかあるかもしれんから、それで頑張ってください。今日は100ポイントと50ポイントと10ポイントだったけど、次のあの引用で1番だった方は1万ポイントかもしれん。たまに50万ポイントとかあった面白いかも。そう、自分でカウントしてね。でも優奈グッズ1万、それ嬉しい。グッズも見れるんよね、メンバー売り切れみたいなのも。気のみ涙新規、涙の気のみ新規です。嬉しい。そう、なんかさ、気のみでさ、なんか知ってくださってる方もいて、本当に頑張ってよかったってなった。気のみ認知します。これからもいっぱい話しましょう。ショールームも来て。嬉しい。小山ちゃん、あ、
ひーちゃん、ひーちゃんのファンの方もまた来て、絶対来て、絶対来てね。イエナのグッズはタオル以外より全部完売だった。そう、見ましたよ、グラフみたいなのやつ。嬉しすぎるんだけど、嬉しい、ちょっと嬉しい、嬉しすぎますね。それバレンタインのアクスタ求めてる方多すぎてあの結構あの、はい、ないです、売り切れです、バレンタインのアクスタは可愛いよね、あのアクスタ。買えなかった人、木の実、木の実効果。ハシさん、ありがとうございます。全通すれば会える。そうね、確かにね、あのツアーをね、6月に、岡山6月にってことは1、2、3ヶ月後か。うわー、岡山出たい。晴れの輪にユーナいる未来しか見えてない。本当にお願いします、本当にお願いします。イハペリさん、ありがとうございます。おすじさん、ありがとう。さくら、ドゥイさん、かわいい、ありがとう。え、袴アクスタラスイッチで買えたよ、すごい嬉しい。それはラスイッチは嬉しすぎる。やった。どんぐらい用意されとったんやろうね、そのアクスタとかが。岡山は亀戸籍で申し込んだからと。え、ちょっとちょっとメイクとかちょっと研究して、もうちょっと、なんか今日あと10分しかない、思ってたけど。さえちさん、ありがとうございます。下手にいた、ゆいたんのお母さん、どういうこと、ゆいたんのお母さんに会ったの。あ、でも来てそうだね、東京だから。まさかずさん、ありがとう。ハミさん、ありがとう。たかちゃん、結婚して、結婚しないよ、結婚しないよ。あ、完売した袴グッズ受注受付中だよ。あ、あ、今日グッズ買えなくて落ち込んでる方、あの今グッズが受注生産なので必ず買えるようになっております。今めっちゃ受注やってるから、ぜひそこでゲットしてくださいね。過去のグッズも一緒に買ったら送料がお得です、多分コーヒーさん、ありがとうございます。待って、ゆうな何周年ツアーどこに出てもいいように全部申し込んでるってことかな、これ。すごいすごい、ありがとう。高円寺トーク、え、そう、高円寺嬉しい、仲間を引き連れてきてくれてありがとう。もう楽しかった、めっちゃめっちゃ楽しい、連番してくれて。木の実のアクスタ出ますか。え、ちょっとちょっとちょっと欲しいかもしれない、木の実のアクスタ。そう、なんかこう、その高円寺まで木の実探しに行ったよって方もいらっしゃって、ちょっと本当にすごいってなって、すごいですね。こんばんは、また来るねって申し込みするね、絶対来て。ちょっとでもひーちゃんは私のものだからね、ひーちゃんは私が好きだから。ひーちゃん推しの方がさ、来てくださったんですよ、めっちゃひーちゃん推しの方がね。いやいや、私の方がひーちゃん好きだからでって、なんかさどういうトークっていう、私の方がひーちゃん好きだからって言ってトークしてました。張り合うところじゃないでしょ、そこは。うーん、 ST グッズ会社が別なので完売したらそれっきりの可能性が高い。今はでも受注生産です。あ、袴ね、私も結構さ袴グッズ好きかも。今までの写真の写りで、写りはあんまりなんか、自分ではうーんって感じだったんですけど、でも袴は自分でも見れるぐらいでした。自分でも結構 見れましたね、袴。結構 イエローは珍しいんではないでしょうかゲットしてください、袴。しゃちゃん、お話がありがとうね。そう、え、なんかちょっとあれ知ってる、 X で見たことある。え、あれ X してないかな、高松さん、高
深松ひとみさんいいな、本当にいいな、絶対可愛いじゃん。私も見たこと、実際何ライブ行ったことあるけども、ツーショットとかもう距離がもうバグだから、もうすごいいいな、いいな。昨日キノミヤスクスターあったら買う、絶対買う、めっちゃ多い、めっちゃ多い。じゃあちょっと木の実グッズ制作してみたいと思います。ちょっと運営さんに交渉。どのひーちゃん、あの同期の浜田響ちゃんです。でもめっちゃなんかイコノイジョイさん行ってて来てくださってる方もいらっしゃって、嬉しかった。めっちゃめっちゃトークしました。イコノイジョイさんトーク、誰が好き、誰推しなんですかって言って、楽しかった。今日そういう話するの大好き。昼休みさんありがとうございます。嫌なのひーちゃんの愛はガチガチだよ、ガチもうガチ。ひーちゃんにしたら一回ひーちゃんに会いに、あなんで、でも それはちょっと違う、話が違ってくるかも。バレンタインの袴とバレンタインと袴どっちが美人、え、でもなんか使いやすいのはバレンタインな気がする。袴とかなんか結構かけられそう、気にしないならいいけど、でも袴はいいよね。バレンタインもいいよね。でもバレンタインはもう買えないから袴かな。袴は今受注生産なので。浜田き、え、そうね、ひーちゃん好き、ゆうだんのことも好きになってね。でもそう、あ、追いついた。今日あとは何分ですか。え、あと5分しかない、あと5分しかないよ。でも今日はひーちゃんとお揃いのカーディガンでした。こちらこちらお揃いカーディガンですね。見せられないけど見せちゃう。これキラキラしてます。お揃いでした。ね、イコノイジョイさん机越しだった。でも同じ空気吸えただけで OK です。幸せならそれであの OK ですみたいな感じです。さきまいかさん、たきあきしょうか、もう本当にさ私もオンラインお話し会しかちょっと参加した、そういうなんか個人のイベントは参加したことないから、直接だったらもうマジやばいね。でも一番近かったのはイコノイジョイフェスで、もうこの辺まで来てくださった時と、あと上野学園ホール、広島のノイミンさんのツアーかなで、私2階列の一番前だったんですよ。その時に通路に来て会いに歩くがあるじゃないですか。その時が一番近かったかも。でもそれより近いってことよね、通称とかって。羨ましすぎる、もう羨ましすぎるから、もう自分どっち側の人間なんだろう、どっち側の人間。自分は2時間目とか3時間目とか結構あの なんですか どっちなんですか。そう、行きたいマジで。ノイミーさんのツアー、ゆうなちゃんはファッションに一貫性がある、嬉しい。どういうこと。オグリンさんありがとう。オグリンさんもなんかひーちゃんのルームでめっちゃ聞くな。ゆうな面白い言われたら、え、面白い、幸せになってね。なんで、なんかちょっと寂しい、何それ。ねえノイミーさんめっちゃ好き。練り歩き、練り歩きじゃないですね。あ、もう時間がやばい。 3.75 歳結婚しない、ありがとう。結婚しない、え、ノイミーさんツアー出た、
いいね、ちょっとまた楽しんでください。ちょっとじゃあ壇上を読みたいと思います。13位、マーさんありがとうございます。12位、コーヒーさんありがとうございます。11位、ションちゃんありがとうございます。10位、ワールさんありがとうございます。9位、ヒロさんありがとうございます。8位、タカちゃんありがとうございます。7位、アミタさんありがとうございます。6位、マー君ありがとうございます。5位、キノコのカパパさんありがとうございます。4位、昼休みさんありがとうございます。3位、ドゥイさんありがとうございます。2位、カメリアケイさんありがとうございます。1位、ヤスベさんありがとうございます。楽しかったよ、今日は会いに来てくれてありがとうございました。めっちゃ楽しい思い出でした。また明日か明後日かお会いしましょう。ありがとう。アルフォートさん結婚しない、ありがとう。お客さんありがとう。また明日。